ですよ。すいませんね、おとんずと言います。よろしくお願いします。今度さ、はいはい、俺お見合いすることになったんやんか。お見合い、このご時世にお見合いすんの。そう、練習したんやんか。あ、練習ね。女性してよくてくれへん。あ、女性しましょうか。ほんなら僕が、あと、うん、できるだけ俺のことを褒めてほしいね。褒める。あ、わかりました。じゃあ褒めましょうか。はじめまして、山岡です。あ、山岡さん、なんか優しそうな方ですね。優しないわ。お前、俺のこと全然知らんやろ、このバカ。何をしてんねんな、おい。なんでそんなに切れんねん。照れ隠しやめとけよ、おい。ドン引きされんで、そんな本番で。やめや。ええから続けて。続けんの？あ、優しそうな方ですね。優しないねん。真面目な方なんでしょうね。真面目じゃ。内面の良さ出てますね。こんな見た目のやつ、ええわけないやろ。あと男前ですね。そうかな。調子乗んなよ、おい。めちゃめちゃ調子乗るやんけ、見た目褒められた時だけ。何やねんな。あと、お前そんなん言うてるけどな、自分からどんどん質問もしていかなあかんねんで、できるか。出身地どこですか。いい質問やんけ。大阪です。最寄りの駅は。長井駅。駅から歩いて何分。だいたい徒歩 2,3 分くらいけど、そんなグイグイ質問されたらちょっと怖がるで。グランハイツ長い。なんでわかんねん、おい。なんでわかんねんな。そんな住所特定する能力みたいなのかい。怖いがな。あとな、相手から質問される時もあんねんから、それの受け答えもできるか。どんな質問来るん。だから、その趣味なんですかとか。スポーツ観戦です。おー、じゃあ休みの日何してますかとか。料理作ってます。おー、理想の女性のタイプは。家庭的で優しい人です。おー、受け答えお前満点やないかい。で、お前はどうねん。こんなんやったら0点やで。絶対あかんで、そんな女性に質問するとき頭に手を置いたら、大体お前常識なさすぎてな、お見合い普通に失敗すると思うねん。うせん。大体なんでお見合いすることになったん。この前1000万あげるから会わへんってメール来てん。業者やないかい。もうええわ。どうもありがとうございました。